これを使ってボールから投げていくだけなんですけど、この時に、まあ、こういう縦の部分ですね、こういう、皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、プロ野球選手がね、メジャーリーガーのみんながね使用している縦振りっていうのをね、練習法とかね、詳しくやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。縦振りといってもこういろんな解釈の仕方があって、例えばですけど、まあ、一般的なのは縦振りっていうのはこういうね、横のこの横のスイングじゃなくて縦のスイング、こういう軌道で打つっていうんですね。これを縦振り、まあ一般的にはこんな感じだと思うんですけど、縦振りでもいろんな言い方解釈があって、例えばこの右肩、後ろの右肩が出ないスイングの仕方をするだけでも縦振りという人もいたり、あとは縦、こういう縦のスイングだから上からこうグーッとこう入れていく、 上からこう入れていってポーンとこういうふうに使う、これも縦振りっていう解釈もありますね。いろんな縦振りがあって、その中で一番大事なことが、先ほど言った右肩、後ろの肩が出ないようなスイングをしていくっていうことが一つポイントですね。で、それで今回はいろんな練習法をね紹介していきたいと思うんですけど、まず一つはやっぱこの上の手ですね。上の手の使い方、右も左も一緒ですけど、上の手の使い方がすごい重要やなというところですね。昔はこう、ね、上から叩くダウンスイング、上から叩くことでこうバットのヘッドを立てて、打ちましょうとよく言われたんですけど、近年こう最近はですね、こうやっぱり変化球がやっぱり細かいですよね。大きなカーブ、言うたらフォーク、ストレートじゃなくてカットボール、ツーシーム、まあ、言うたらシュート、ね、投げてくるピッチャーもたくさん今いてて、その細かい変化球に対応できるのか、どういう打ち方がいいのかというので縦振りというのが、今主流になってきてます。今ね、もうプロ野球選手のほとんどの選手がその縦振りの使用している、縦振りのスイングで練習をしてたりとか、縦振りで試合出てたりとか、してる人が多いですね。で、まあ軟式野球とか、公式でもそうですけど、遠くに飛ばすとか飛距離を出したかったら、当然ねボールの下に入って打球を上げるようなスイングをした方が、当然ね打球を遠くに飛びます。なのでその上の手の使い方、これ最も重要になってくるので、その練習をね紹介していきたいと思います。縦振りといってもこうね、ちょっとアッパースイング気味にやってごらんって言ったとしても、結局みんなこう斜めにこう振ったりとか、これぐらいからこう振ったりとかする子がね結構いてて、やっぱり上の手の使い方っていうのがねちょっとね分かってない子が多いんで、今回はこのバランスボールですね、この軽いバランスボール、これを使っていきたいと思います。これを使ってボールをただ投げていくだけなんですけど、この時に、まあ、こういう縦の軌道ですね、こういう軌道で投げるんですけど、多分その右手の使い方が分かってない頃はまっすぐに投げれないんですよね。こっち、要は右やったら右の方向、手首の返しがこうなるんで、ボールがね左側の方向にこう行ってしまう子は結構多いです。縦振りというのはまっすぐ出していきたいので、右手、上の手の方はこう内側からこう出していく、こういうイメージでね練習していくことが大事なんですね。で、それをボールを使ってやることによって、分かりやすくできるようになります。まあ、こういうイメージで1、2ってこう引いて、3回目にもう上の手をしっかり内側からこう出していく、右肩が出ないように、これが横に向いてしまうと、ね、下半身がこう開いたり回転し始めて横向いてしまうとまっすぐに投げれないので、縦に、これすごいポイントです。下半身が先に抜けてしまうとボールの軌道も変わってしまって斜めに行ってしまうので、下半身は後、先にこの右の手でグイッと押す意識ですね。こうするとしっかり下半身の壁ができやすく、内側から、ボールを投げることができます。これで後ろの肩が出づらくなっていくので、これが、一つ練習法です。じゃあ次に、バットを使って、でバットはこう片手でね、バット短く持って打っていくんですけど、先ほど言ったように横の使い方、横の使い方じゃなくて縦の使い方をしたいですね。縦のなんで、ここだけの練習をしていきます。内側から出して縦、もう本当に斜めになっていくんじゃなくて縦、こういうイメージです。ちょっとやっていきます。こういう感じですね。もうこういうふうに、まあ言ったらもうボールに
乗せるようなイメージですね。ボールをこう打ちに行くっていうよりもポンと乗せてあげるような、ポン、まあ、手首のこの柔らかさとか手首のこの使い方がすごい重要になってきます。ポン乗せてあげる、ポン乗せてあげる、ポン乗せて、もう大事なのはもう右肩が、左肩と右肩がこういう動きをしないような意識で閉じたようなイメージで打つとより打ちやすくなってきます。でこれに対してこの両手をつけていくということですね。そうするとこういうふうに縦に、内側から縦に、内側から縦にっていうですね。素振りとかで練習する場合はこの矢印としてバットを置いて、このライン、まあ、言ったら真ん中、インコース低めを、まあ、言ったセカンド方向に打つような意識で、こういう素振りの練習をすると右上の手は内側からこう出る練習なので、これが逆の動き、こっちの動きをしてしまうと体の開きで引っ掛けとかこれてしまったりとかっていう方につながっていくので、イメージ的には内側から外側に対してスイングをしていくイメージですね。でその時に体がこうめくれないように閉じて打つというイメージですね。だからこういう素振りをする場合はこういう矢印を作って、真ん中、まあ、インコース真ん中かをセカンド方向、センターから右方向に対して右バッターの人ですね、左バッターはその逆ですねを、練習して、やると内側からこう出やすくなるので、バットはよりインサイドアウトができて、ボールに対しても内側から入ってくる分、このアウトサイドで強く打てるようになってくるので、内側、この上の手の使い方、これめちゃくちゃ重要なので、これ意識してやってみてください。じゃあ最後にですね、それを合わせて打っていきたいと思います。内側のイメージで、内側もう一緒ですね、ボールに乗せるイメージで、内側からこう吐き出していくイメージですね。イメージとしてはこう吐き出すってことですね。振るとかスイングとかこう潰すとか叩くじゃなくて、吐き出すっていう、これぐらいがイメージですね。この動画がね、良かったと思った方はグッドボタン、そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。それでは失礼します。